年収1000万以上の、あ、イケメンの、身長180以上で、みたいなことを言うわけですよ。ちょっと待てと。そんなやつはここに来とらんのだと。ね。波動拳。皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTuber 岡本よしきです。今日もよろしくお願いします。おす。今日ですね、まあ日本を元気にする、日本を元気にする、ほんまにしてんのかいみたいな話もあると思うんで、まあ具体的にどうやって元気にしていこうかな、みたいなところで、塾チャンネルを持ってたりとか、こうやってお金稼ぎましょう、こうやって投資していきましょう、みたいなこと言ってますけど、まあいろんな切り口があるよなと思いました。で、そんな中で一つ思いついたことがあるので、まあ皆さんにご報告というかご相談と。どうも、日本、結婚しない人が多いなと思ってます。男の人だとですね、25% ぐらいは生涯独身なんじゃないかなというイメージです。女性だと 18% ぐらいのイメージです。ちゃんと調査してみないとわかんないから、すごいいい加減に言ってるんで、体感値から来てるので、ほんとすいません、いい加減で、あれなんですけど、生涯結婚しない人って結構いるような気がします。で、僕が子供の頃に、そういう人ってすごく少なかったんですよ。大人で、あの人はね、まあ、まだ結婚しなくてね、ってこう、なんでこう、その場にいないのにここになるような、そんな内容で、今だったら珍しくもなんともないですよね。なんですけど、その当時はそうで、30も超えて、30も超えて、なんか結婚する年齢なんて今も全然晩婚化が進んでて、男性30、女性29ぐらいが平均なイメージです。もちろんそれは結婚する人だけですよ。だから結婚しない人はその中に入れてないので、本当は平均っていうのはどうやって取るのかわかりませんが、する人で31と29なんですよ。と考えるとですね、今僕にできることって何やろう。大体僕はゲーム業界でお世話になったね、ゲーム業界の人たちにっていうふうに思って、その人たちの返しができればなと思ってましたっていうのも、ちょっと一旦横に置いといて、日本を元気にしたいんだよって言った時にですね、まあ、結婚を願望があるのに、結婚できてない人たちってのは結構いるんですよ。で、願望がない人たちを結婚した方がいいよとは言わないです。なんせ僕は結婚失敗してる口なんで、結婚生活を失敗してるんですよ。結婚は一回したことあります。なんですけど、まあ、結婚生活うまくやっていけなかったので、絶対いいよと思ってるわけでもないんだってのもちょっと頭に置いてくださいね。なん中でも、したいって言ってる人にするなするなってのもおかしな話じゃないですか。したいのに相手がうまく見つからないんです。そうですよね、と。で、先日もちょっと動画上げて、出会いがないとお嘆きのあなたにみたいなのを上げたりしたんですが、いろいろと、自分なりにリサーチをした結果ですね。まあ、これがいいんじゃねえのかと。まあ、このテーマがですよ。このテーマがいいんじゃねえかと。まあ、結婚できない。したいのにできないんだよねって言ってる人たちを、なんとかマッチングさせてあげたいなと思い始めました。まあ、どういうことか。まあ、つまり、マッチングサイト作ってみようかなと思いましたっていう。まあ、実際に作るかどうかわかりませんが、今、思ってますってことです。で、もちろんそのお金儲けじゃないですよ。ただサーバー代とかいるから多少のお金は取ると思いますけど、がっつりみたいなことはやめとこうと思ってて、それで儲かって上場とかってことは考えてないんですけど、一旦今僕の頭の中ではマッチングさせてあげたいなと思ってます。で、どういう人たちが困ってんのっていうとですね、自分のことを理解していない人たちが困ってます。どういうことかというとですね、今までのサイトもしくは結婚相談所のデータを調べるとですね、まあ年がいかれている男性が来られますと。で、年間にかかるお金は30万から50万ぐらいです。それ以外に当然美容院行ってくださいとか、服はこういうの着てくださいとか指導されるので、それお金もまた別個にかかります。で、まあちょっとおしゃれなじゃないですよ、小綺麗な格好に変身させられます。写真もプロにお任せしたりする場合もありますね。また別途入れます。ことです。結構お金がいるんですよ。で、結構いるんです。で、そんな中で、まあ、俺が、してあげられることっていうのを考えた。で、僕ならこうするのにだ。まあ、ゲームプロデューサー、ゲームプロデューサーだったらこうするのにだ。いろいろ考えたら、マッチング率を上げたいなと思ったんですよ。それが、ちょうど僕の調査した、男の人が、なんか、何を勘違いしたのかわけのわからんことを言うんだっていう相談所の
コンサルタントっていうかがつぶやいてしまう。何だっつった、例えば僕がやる年齢なかなかいないと思うんですけど、僕61がですね、まあ結婚相手を探してますと、まあ、できたら20代でいないっす、いないっす、そんなもんない、そんな世の中甘くない。それは君の希望はそうだろうとね、君の希望はそうだ、20歳から24ぐらいまでおるかっちゅう、そんなもんおらんつね。なんだけど希望を聞かれてるから答えるわけですよ。で当然その担当の方は言うわけですよ、いやそういうのはもう難しいですと、難しいです、もうちょっとあれグッと上げていただかないと、いやでも僕はあの若い子しか興味ないので、でですね、みんなですねその反対を押し切ってですね、まだいけるんじゃないかっていう思いでですね、20代の若い子をですね相手にしようとして、で申し込みをすることられる、申し込みすることられる、申し込みすることられる、仕方がないから30代の前半までは幅広くなす、断られる、断られる、一緒です。なんでですね、結局どこに落ちるかで、50代の、バツイチのとか50代のちょっと見た目のあんまりよろしくないとかっていうところしかマッチングしないですよ。そうなんです。で、それ女性も同じですね、年収1000万以上のイケメンの、身長180以上で、まあできたら大学はいい大学、まあ、国立か、有名私学でみたいなことを言うわけですよ。ちょっと待てとそんなやつはここに来とらんのだとね、結婚相談所に来るのわかるだろうと、言うほどモテないんだよと、街で。だから街でモテそうな条件を並べるなよと、いないんだっていうことですよ。でそういうのが僕はマッチング率を下げてると思うんです。でつまりですね、僕が今こんなんどうやろうと思ってるのはですね、僕が条件書きます、20歳から40歳まで、例えばですよ、ね、で相手の希望年収で居住地、現在のじゃないです、まあ、現在の居住地もいいですけど、例えばその将来どこに住んでもいいですよっていう、大都会以外嫌ですなのか、まあ、こういうだからつまりそのアンケートを取りますってことですね、アンケートを取って細かく取って、でそれぞれにポイントを振り分けます、自分の条件の、これは絶対だっていう、でそれ全部足して100になるようにしてくださいっていう、そしたらマッチング率出せるでしょう。でそのもしくは 100% 出ないと嫌だとか80代で嫌だみたいな、で多分ですね世間的にはその各項目ごと 1% とかで100項目あって全部 1% なんです。違うんですよ、重さが違うんですよ。もう20代でなんて嫌だって言ったらこれは 100% なんです。実は20代だったら何でも言えたらもう 100% なんですよ。で細い方がいいんだって言ったらもうあの20代の細い方がいい、これも100、これが 100% なんですよ。あと何もないんですよ本当は。なんですけどそれはですね変な振り分けになってて、自分の気持ちに関係ない振り分けになってるので、マッチング率 80% とか出るわけですよ。違う、俺の気持ちはここが100だから、でも質問に答えてくれって言われたから全部答えただけじゃないか、ね、喫煙があのしないしまほうがいいです、お酒、まあ、飲めたほうがいいかなみたいな、相手がですよ。でも飲めなくったっていいわけです別に。で飲むか飲めないかなんかどっちでもいいわけです。なんか聞いたから答えただけで、それでマッチング率 80% なことないんです。だから自分の気持ちのパーセントに対してどんだけ合ってんだっていうのをですね見てもらいたい。それは女の子もそうです。で、僕にとってマッチング率の高い子を紹介するんじゃなくて、お互いがマッチしてる子だけ紹介してくれと思ってるんですよ。わかりますかね。で、俺にマッチしてる子に言ったって、それは向こうは希望してないんだから、それは×です。×ですよ。全く。俺なんて見向きもされないんですよ。×が出る。だから、その、あ、それでもいいですっていう。年齢気にしません。東南アジア住んでるんですけど、東南アジアでも居住地どこでもいいんです、世界中どこでもいいんですみたいな、飲んでないと俺と来れないじゃないですか。なのでその女の子はってその中で条件が年収はいくら以上欲しい、もうクリアしてますから僕絶対クリアしてますその子が書くなんとか以上とか絶対入ってますから。でそれやったらですね、僕はマッチングされるわけです。その子の気持ちがそこさえあればと思ったら、それを 100% にしてみたらもうマッチング率 100% なんですよ。でしょ。だからその僕が今提供したいなと思ってるそのマッチングアプリ、マッチングサイト、もしくは婚活サイト、婚活アプリはですね、お互いの気持ちがどんだけ向き合ってるんだっていうのを出す。つまり本当にマッチングされた時点で OK です、 OK と合います合いますっていうふうにスパッと言えるような状態の人しか出さない。いろんなのを僕ちょっと触ってみたんですけど、もうね
ほぼ全員表示されるんですよ、あんなもの。これはね、空振りで時間の無駄ですよね。なので、あんまり表示されなくていいから、超おすすめですよって。で、マッチング率低いですよ。いいです、別に。低いんだけど、あなたが希望するんだったら表示もいいです、表示してくれたら。でも分かってますよって。そうです、分かってます。相手は希望してない。分かってます。あんたなんか、メモくれてます。分かってます。それなりです。でも、基本、この人がいいですよっていうのを、こう、見せてくれるとですね、相当みんなこう、自分のことも理解できるし、相手の気持ちも分かってるし、あ、俺のここは気に入ってくれてるんですねとも分かるし、あの、身長180以上。もう170しかないですか。身長大事にしてるところに170持っていったらじゃないじゃないですか。っていうですね、本当にこう、お互いの気持ちがバチッと合う子を、紹介できる、そういうサイトを作りたいなと思ってます。っていうのと、これ、若い子の中に入るとですね、いいですか。若い子の中に入ると、あの、年寄りなんて、埋もれてしまうんですね。なので、言葉が悪いですけど、熟年をターゲットにしてみたいな、全員に向かってってのは、あなたに商売として難しいんですよ。で、こう、ニッチだからこそ、そこに大手が来ないからこそ、商売のチャンスはあると思ってて、商売の話になっちゃったけど、で、商売のチャンスあると思ってて、それなら成り立つ。赤字は嫌だからね。で、あの、それだったら成り立つんじゃなかろうかと思って、どっちかと言わなくてもちょっと年齢上げてみようかなと。だからそれであれば、変な子が入ってこない。おばちゃんも本気、おっさんも本気っていう、その本気度が高い方がいいなと思ってます。で、僕がやるときは絶対桜は入れない。これね、桜にね、悩まされるんですね。めちゃくちゃ桜多いんですよ。どこも入れてませんって言ってるんですよ。で、その運営の会社の社員に聞いたんですよ。あ、うちは桜入れてないんですよ。本当ですか？多かったけど、お前と思って。いや、女性なんですよ。は？何のこと？つって。女の子のアルバイト使ってるんです。それを桜って言うんだろつって。男が女のふりしてやってるのはネカマの桜だろつって。女がやってる桜は、そら桜だったと。ということでですね、皆さん、一般のサイトはですね、おっさんなんですよね、相手は。うちは違います。女の子ですから。あ、なんなんだっつって。男か女か関係ねえべっつって、俺は。それ桜か桜じゃないのか。その子らが金もらってるのかもらってねえのかって言ってるわけですよ。それを仕事にせればしてねえのかって。仕事にせんそれは桜なんだっつって。ね。だから、俺がやるんだったら絶対桜は入れない。で、その、まあちょっと遅くなりましたけど、結婚後とか、旦那と別れて、ちょっと母子家庭になってて苦しいんで、今は、まあ、できたら再婚をしたいと思ってますとかですね。そういう方のこう、マッチングの手助けができれば、母子家庭ってやっぱりこの、子供たちが、生活が苦しかったりするところもあるし、連れ子でもいいから僕も結婚してみたい。お母さんのことはとても好きなので、その子供の面倒も僕見させてくださいみたいな人がうまくマッチしていけばいいなぁなんて思って、まあ日本を元気にするの一環としてですね、結婚をしたいんだけどうまくできてないんだよなって人たちをうまくマッチングできるようなサイトが作れるんじゃないかと、今頭の中ですよ。可能性はあるんじゃないかと思って、ちょうど、最近真面目に考え始めましたというお話をしていました。必ずしも作るとは言わないですけど、まあ、これをヒントに誰かが作っていただいても結構です。ということでですね、今日はこんな話をしてみました。日本が本当に元気になってほしいと心の底から思ってますということで、またこのチャンネルで会いましょう。バイバイ。